どれを作りましょう。さあ、調合開始です。これで、これで、これは期待できそうですね。と、このよ、では仕上げましょう。調合終了。会心の出来ですね。未熟ですね。こんなにも時間がかかってしまうなんて。何言ってんだよ、大成功じゃねえか。ソフィーのもプラフタのも見た限り完璧だ。よかったね、プラフタ。あ、安心しました。少しだけけど、俺は早速確かめに行こうよ。ラミゼルさんも早く見つけたいし。そうですね、それではすぐに行くとするか。え、オリアスさんも来てくれるんですか。ああ、お前らのおかげで補充もできたからな。その礼さ。それにソフィーが探してるプラフタってのは大切な家族なんだろ。離れ離れのままじゃ心配だろうしな。礼のついでに手伝ってやるぜ。嬉しいです、ありがとうございます。よし、出来上がり。やっぱ不思議だよね、全然違うものができるんだもん。そうでもないよ。私も最初の頃はウニを袋に詰めた道具とか簡単なのしか作れなかったし。ん？それ手で詰めた方が早くない？けど錬金術にもそれくらい簡単なものがあるってことだよ。じゃあさ、あたしにも何か手伝えないかな。え、アレトちゃんが？そそ、いつも作ってもらってばっかりじゃ悪いからさ、何か手伝えないかなって。それはいいですね。素人の思いもよらない発想がいい結果を生むこともあります。うん、そうだね。アレットちゃん、お願いしてもいいかな。任せて。まあ何もできなくても素材出しや片付けを手伝ってくれるだけで助かりますし。あー、ブラフタひどいよ。よう、お二人さん。どうしました？改まって。いやよ、お前ら本当？
オリアスさんに教えてもらったら百人力だよ。おーや、絶対に役に立つはずだぜ。って感じさ。それは結局自分で頑張れということでは？いやいや、コツが分かるだけで強くなる近道になるだろう。なあソフィー。確かにそうだね。前にも同じようなことをしたのは黙っておこう。まあやるだけやってみましょう。ひらめいた。新しい道具作れるようになりましたよ。どれにしようかな。材料は？これで一気に仕上げるわ。これで完成。レベルアップ。どれにしようかな。クラフター、交代。はい、引き受けます。材料を選びましょう。これで、これは期待できそうですね。これで、これでいい。では仕上げましょう。調合終了。レベルアップです。どれを作りましょう。どこに行くんだ。さあ行くとさ。コーティさん。ああ、ソフィーちゃん。いやね、ちょっと働きすぎて疲れちゃって。嘘はダメですよ、カティさん。今日は全然仕事してないじゃないですか。カティさん、初めて会った時はすごくしっかりした人に見えたんだけどな。エルビーラ様から任せれる仕事に関しては、こういうことを言うのは心苦しいのですが、
ここで暮らす人はカティさんをこう呼んでます。めんどくさがり、やる気なし、経営能力なし、容赦なく言ってしまえば。ノーム、それは違うわ。真面目に働いて、私生活を犠牲にするほど働いて、つまり真面目人間の終着点が私ってわけ。わかった？つまり普段はこんな感じってことです。なので食事の注文などがある場合は僕に言ってくださいね。どの依頼を受けようかな。ありがとう。ソフィーちゃん、向かいますか。どこに向かいますか。さあのんびり行こう。森って散歩してるだけでいろんなものが見つかるから楽しいよね。なかったですね。